大学生あるある。俺一人暮らしやから家の後ろや。隙ならばワンちゃん狙う。深夜親の車でドライブ行って自分の車で来ましたみたいな顔してストーリーズにアップしがち。あー忙しい。サークルの飲み会でスケジュール埋まってるだけなのに忙しくふりをする。やっほー。1限目だいたい遅刻しがち。起きた時間がバイト勤務開始時間だった時の絶望感。それがバイト初日だった時、本気で飛ぼうか迷う。女の子と遊んでいて、この後にワンチャンありそうだなって思ったら、今日入ってたやつに飛ぶかどうか本気で考える。働き始めの初日、バイト先のバイトリーダーが、下ネタしか言わないやつだったら、次の出勤日飛ぶかどうか迷う。